生徒駅は中華人民共和国支線省、生徒資金牛区と聖花区の境界にある中国鉄路総行市生徒鉄路局が管轄する駅である。生徒北駅とも呼ばれる。本校では近接する生徒軌道交通の貨車北駅駅についても記述する。単式ホーム2面、島式ホーム4面を持つ地上駅である。5から6面目のホームは、 上降面が高いものが新設された。駅の面積は1.64万平方メートルで、待合室は7000人以上を同時に収容できる。1本の古線橋と2本の地下道を持つ。地下3階構造で、地下1階が改札街、地下2階が1号線ホーム街、地下3階が7号線ホーム街となっている。ホームは1号線、7号線ともに、島式1面2線構造。 1>, 1号線ホーム7号線ホームは直接階段、エレベーターなどでつながっておらず、乗り換え時には、改札外を経由する必要がある。出口は ACD 以下 H の6カ所あり、AD 出口とそれ以外は、改札口が別である。本駅は、青根線、青油線、達成線、法制線の旅客、貨物を扱う生徒鉄路局直属で管内の特等駅である。 2009年3月現在、114本の旅客列車が発着し、8本を除き始発列車、または終着列車である。旅客数は1日平均3.3万人で、最高は5万人に到達した。BRT 乗り場、ありがとうございます。